はいどうもこんにちはこの動画ではアフターエフェクツの基本的なアニメーターの使い方を学びながらこのような爆発モーショングラフィックスを作っていきます今回のアクションステップはこちら今回の内容はとてもシンプルなのでテキストやロゴ表示だったりちょっとした映像のアクセントに使えるエフェクトをここで自作してみてはいかがでしょうかさあということで早速本編を見ていきましょうアクション では、まずは新規コンポジションを作成しておいて、名前をモーショングラフィックスという風に名前を付けておきます。そうしたら、まずシェイプを作る前に、ここのところからタイトルアクションセーフをオンにしておきましょう。すると画面にグリッドとか定規みたいなのができたので、ちょっと作りやすくなります。そうしたら、早速ここにシェイプツールを使って、好きなシェイプをまずは書いていきましょう。シェイプツールを長押しして、今回は多角形ツールを選択しておいて、適当に書いてみます。 今回は塗りの色はなしにしておいて、線だけをこのように表示しておきます。そうしたらこのシェイプをまずは真ん中に配置しましょう。ということでシェイプレイヤーを開きますと、ここにコンテンツとトランスフォームの2つがありますので、ここは間違いやすいので要注意です。今回はコンテンツの多角形のところでフィル、つまり塗りの色は使いませんので、今回は削除しておきましょう。 そうしたら、この多角形の方のトランスフォームを開いておいて、ここの位置の数値を両方とも0にしましょう。すると、作った多角形のシェイプが真ん中に配置されるようになります。さあ、そしたら続いては、ここの多角形パスのところから、シェイプの形を変えていくことができます。なので、ここで三角形とかにしておきましょうか。さあ、それではこれから動きを作っていきます。 ということでまたこのコンテンツのトランスフォームのところで位置とスケールの回転の3つにキーフレームのスイッチを入れていきましょう。そしたら今度はこの線のところを開いておいて色なんかをここで変えていくことができます。今回は赤にしてみます。そうしたらもう一つ線幅、ストロークウィズのところにまたキーフレームにスイッチオンをしておいてここで数値を20くらいにしておきましょうか。 あとは他にパスのところとかも時間の経過とともに三角形から変えていきたければスイッチを入れておいてもいいかと思いますさあそれではこれからまとめて動きをつけるためにキーボード U を押していきましょうこれでキーフレームを打ったところのメニューが全部見えるようになりましたそしたら今回のこのアニメーションは1秒という短い間にやっておきたいのでこの辺にワークエリアを狭めておきます そして、まずは20フレームくらいのところで、頂点の数を5にしておいて、五角形とかにしてみます。すると、このように次第に五角形に変わるようになります。そうしたら次は線幅のキーフレームの数値を0にしておきましょう。これでシェイプが0、つまり線幅がどんどん細くなって消えていくようになります。 そしたら次は位置のところですが、20フレームのところで上の方へと広がっていくようにしていきたいので、このように上の方向へと動くようにしていきましょう。さあ、これでシェイプが上へと向かって次第に消えていくというアニメーション自体は出来上がりました。では続いてスケールです。最終的にこの大きさにしておきたいので、最初のところでは小さくしておいて次第に大きくなるようにしてあげましょう。さあ、これでいい感じです。 シェイプのキーフレーム的にも左回転な気がしますね。ということで回転のメニューからはシェイプが半時計回りに回転するようにキーフレームを設置しておきましょうか。さあ、これで再生するとある程度このシェイプが回転しながら外側へと向かうこのようなアニメーションが出来上がりました。そしたらこれらのキーフレームは滑らかに動くようにイージーイーズを選択するかもしくは F9 を押して動きを滑らかにしていきましょう。 さあ、これでちょっと滑らかになりましたが、今回は爆発の動きを作っていきますので、実際にあなたも頭の中で爆発の動きがどうなるかをイメージしていってみてください。そしたらこのグラフのメニューを開いておいて、ここでスピードグラフを編集というところでスピードの変化を決めていきましょう。キーフレームをまとめて選択して、爆発の動きなので、最初の方に素早く動いていくようにしましょう。 するとグラフが示すように最初の方でアニメーションが一気に動いて最後はゆっくりと動きが止まっていくようになりますさあこれで見てみると最初に早く登場するこのような動きになりましたさあそしたら続いてはアニメーターを追加していきながらこのシェイプを複製していきましょうということでアニメーターの追加のボタンがありますのでこれをクリックしてここからリピーターというのを選択します すると現在リピーターの数が3になっておりますので、シェイプの数も3つ表示されております。そうしたらこのシェイプの数を今回は8つに増やしていきましょう。そして続いてはこれを真ん中から発射させていきたいので、トランスフォームリピーターというところで、まず1の数値を0にして、すべてのシェイプがここの上に重なるようにしておきましょう。 そうしたら続いてはこれを8方向に広げていくために回転のところで360度つまり1回転割る8という風うに記載しておくことによって均等にこのシェイプが丸く分散されますさあこんな感じですもしスピードを調整したければキーフレームの間隔をずらしてあげることによってこのシェイプモーションの動きの速さを調整することができますさあそしたらあとは簡単です 続いてこのシェイプをたくさんコピーして、シェイプをそれぞれ変えていきましょう。シェイプを複製して始まる位置も変えて、爆発のタイミングをずらしてみます。そしたら今度は、例えばスケールで爆発の大きさを変えてみたり、回転のところでこの爆発の向きを若干傾けてあげることで、一つ目の爆発とは違ったバランスで配置することができます。 そしたらこのシェイプの形も、例えば五角形から三角形に変化するようにしてみたり、もしくは三角形のままでこのように表示してみます。ここら辺のデザインは自由にやっちゃってください。三角形の色は今回はオレンジにしてみます。まあこのような感じで同じように一度作ったシェイプは複製して、シェイプを増やしていきながら爆発のアニメーションを作っていってもいいですね。 さあ、それでは最後にもう一つアニメーターの作り方を紹介します。パスのトリムを使った爆発です。ということでまた新しくシェイプを作るためにペンツールを使って画面の中心のところからシフトキーを押しながら上のところに垂直に線を引きましょう。すると一番上にシェイプレイヤーが作られてます。ここでまた先ほどのシェイプと同様にコンテンツを開いておいて今回も塗りはいらないので塗りは削除しておきます。 そして今回はアニメーターの追加のところからトリムパスというのを追加していきましょう。ここの開始と終了の数値を動かしていくことによって線がニョキニョキと動くように調整していくことができます。ということで一番最初のところで開始と終了の2つのキーフレームをオンにしておきます。そしてここではどちらの数値も0にしておきます。 そうしたら、インジゲーターを動かしておいて、まずは終了の数値を100%に上げておいて、線を表示させる動きを完成させましょう。そうしたら今度は開始の数値も100%に上げて、線が下から消えていく動きを確認します。そうしたら、このキーフレームをすべて選択しておいてから、これらは F9 で Easy Ease を適用して、滑らかに動くようにしておきます。 そしたら、この滑らかな動きをそれぞれずらしていきながら、線の爆発を表現していきましょう。ということで、まずは終了のキーフレームだけを選択して、スピード編集グラフを開いてみます。そしたら、このグラフは最初の方がスピーディーに動くように、このようにグラフを書いておきます。すると、さっきより真ん中から伸びる感じになりました。 そしたら今度は開始のキーフレームを選択して、今度は速度グラフで最初を緩やかにしておいて、最後で素早く動くようにしていきます。こうすることで最初に素早く登場して、最後に素早く消えていきます。さあ、そしたらここで線のサイズは細くしていきましょう。さあ、あとは先ほどと同じくリピーターのところで数を増やします。 リピーターを追加しておいたら、ここでコピーの数は、今回は8の倍の数の16にしておきましょうか。そしたらまた1のところで0にしてあげると線が重なりますね。また回転のところで360度割る ÷16 としておくことによって、このように線が分散されます。さあ、そしたらこのリピーターとトリムのメニューは閉じておいてから、またスケールと1で広げていきます。 まずは全体の大きさ自体が広がるようにスケールのところで徐々に大きくなるようにしておきましょうそして線幅のところも今回はキーフレームアニメーションを作ってみましょうこれで線幅がどんどん細くなっていくようにするとこのように淡く消えていくようにもなります また複雑にしていくためにはこのレイヤーも複製しておいてから色々と重ね合わせたりとかそれぞれ動きを変えていくことで面白い爆発ができますのでぜひとも色々と試してみてくださいちょっと光らせるためにもグローとかを追加してもいいかと思います今回の内容は添付ファイルとして私が作った爆発アニメーションを3種類ほどつけておりますのでそれをダウンロードしていじってみてもいいかもしれませんさあということで今回の動画は以上です ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。